新潟市で今日、県原爆被害者の会などで作る団体が街頭で核兵器の廃絶を訴えました。街頭でマイクを手にしたのは、県原爆被害者の会などからなる核兵器廃絶を目指す県連絡会です。オーストリアで今日から核兵器の開発や使用を禁止した核兵器禁止条約の初の締約国会議が開かれるのに合わせて行われました。メンバーは、核兵器を持って核兵器を抑え込むようなことを許してはならないと核兵器の廃絶を訴えました。ウクライナの戦争の中で核の問題が非常に大きくクローズアップされたと思うんですね。もう一刻も早く核兵器をなくすべきだというふうに思います。核兵器のない世の中を作るために、連絡会は今後も活動を続けていく考えです。